2008年北京オリンピックの水球競技は、英 a 東水泳館で2008年8月10日から8月24日までの競技日程で実施された。水球競技参加枠は、開催国である中国を加えた大陸別選手権及び各種国際大会の成績により、男子12カ国、女子8カ国となっている。競技では、男女とも、 前回大会と同様の方式を採用する。男子は、はじめ6カ国ごとに2つのグループに分かれ総当たりの予選リーグを行う。予選リーグ各組上位3チーム、計6チームが決勝トーナメントへ進出し、予選リーグ界3チーム、計6チームは7から12位決定戦へ進む。決勝トーナメント及び7から12位決定戦では、トーナメント方式により、 最終順位を決定する。ただし、決勝トーナメントへ進出する予選リーグ各組1位と7から12決定戦に進出する予選リーグ各組4位はそれぞれシード扱いとなる。このため、予選リーグ各組1位は自動的に最終順位4位以上が確定する。女子は4カ国ごとに2つのグループに分かれ総当たりの予選リーグを行い、 予選リーグ各組上位3チーム、計6チームが決勝トーナメントへ進出、予選リーグ各組4位の2チームは7位決定戦へ進み順位を決定する。決勝トーナメントではトーナメント方式により順位を決定するが男子と同じように予選リーグ各組1位はシード扱いとなるため自動的に最終順位4位以上が確定する。予選リーグの組み合わせは 以下の通り、予選リーグ決勝トーナメント7から12決定戦、最終順位予選リーグ決勝トーナメント最終順位、ありがとうございます。